お元気ですか？映画パーソナリティの伊藤さとりです。映画人たちと映画への思いを熱く語らう伊藤さとりのシネマの世界。さあ今回はこちらの作品です。スタート。芝居への思いは人一倍強いが、死体の役ばかりあてがわれる売れない役者吉田博。彼なりに死体のリアリティを追求するも、撮影現場ではいつも空回り。そんな死体の人が風俗嬢のカナと運命的な出会いを果たす。彼女もまた自分の人生にある問題を抱えていた。ちょっと出てくるわ。金ある。なんで今の仕事をしてんの？こんなことぐらいしか人喜ばせらんないから。人は何、生きることが下手な大人たちの自分探しの物語の結末は、注目の俳優奥野瑛太主演で描く笑いと涙の人間ドラマ、映画死体の人が今月スクリーンへ。そこで今回はこちらの方がゲストに登場。今回のゲストをご紹介いたします。死体の人から主演の奥野瑛太さんです。よろしくお願いいたします。いやもう私はずっとずっといつかインタビューしたいと思っておりまして。ありがとうございます。悪い役多いですけど、すごくこう優しい役まで、もう振り幅が尋常じゃない俳優さんっていうイメージがございますけど、今回はなぜかのこの死体役の俳優さん役でございました。めちゃめちゃオープニングから可愛らしくて、よかった。どうだったですか、この久々の主演作でお話した時は。そうですね、いや、まあ、台本初めて読んだ時に書いてる人のこう顔がこう見えるというか、うんうん、あ、多分これ書いてる人が一生に一度こう書けるか書けないかの台本なんじゃないかなって。それも別にその良し悪しとかじゃなくて、その自分のパーソナルなところをこうどん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 深掘りしてって、で今の現状をこう客観的に俯瞰で見ながらも、こう温かくもありユーモアもあり優しくて可愛いみたいな台本だったので、あ、すごいなと思って読んでて、でもむしろそれやらせてもらえるんだと思うのはすごく嬉しく思ってましたね、うん。いやもう私冒頭にこうほらプカプカ浮かびながら来るじゃないですか。しかもブツブツ言いながら、あのここで演技してる2人が喋ってるところで自分でタイミングを見計らうためにブツブツ喋って、ここだっていう顔してこうスーッて入ってくるんですよ、死体として浮かびながら。もうね、ここのファーストカットからもう石ころになっちゃって嬉しい、うん。でもこういうのって私もなんとなく舞台挨拶の司会してるとちょっとそういう癖っていうのかな、なんて言うんだろうな、でもあるんですよね、なんか自分の中のこだわりみたいな、うん、職人的な、そういうのっていうのはあるんですか？いやでもやっぱり結構、まあ、このスクリーンで映ってるような裏側みたいなのはやってますよ、うんうん、出番前に何だっけ何だっけな、セリフ何だっけな、よし一回忘れようみたいなのをやって、うん、出る時があるんで、割とその現場の面白だったりとか、まあこういうなりわいとか、そういう精神状態になるよねっていうふうなことは割と共通としてあるというか、うん、やってますやってます。しかもちょっとなんていうのかな、こう演技するのが大好きなんだけど、まあもっさいみたいな感じの役じゃないですか。、はい、奥野さんほら結構とんがった役が多いから、奥野さんにオファーなんだって思いながら最高だねと思って見てたんですけど、そこは何かこうオファーあったんですか、オファーの理由っていうのは。いや僕分かんない、そこは直接的に聞いたことないんで、うん、分かんないですけど、でもね、監督と初めて台本読んだ後に、うん、監督と草刈監督とお会いしたんですけど、まあ、第一声が僕多分ミスキャストだと思いますよって監督に直接伝えました。あ、多分違う、うん、ミスキャストだと思いますけど大丈夫ですか、うん、っていうことは一回確認取って、うん、あ、大丈夫ですって言ってくださったんで、 ありがとうございます頑張りますって感じだったんですけど、本当に監督ってユーモアがあって優しい方なんですよ、うん。でこの主人公の吉田博っていうのは本当監督みたいな人だなっていうのはずっと思ってて、でこのユーモアとかに今のなんつうんだろうな、変なに誇りついちゃったり、角が立っちゃった自分、このまんまじゃちょっと追いつけないぞっていうのはちょっと思ってて、うん、だからそこのすり寄せっていうのをずっと監督と現場でやってた感じなんで、うん、なんか俺
多分今角立ってるとか、なんかそんな感じをすごく心配してやってました。うんうん、僕も。もうね、烏丸節子さんとの共演シーンもあって、うんうん、ね、鬼太郎さんともあったわけですけど。そうですね。どうでした？いや、面白かった。鬼太郎さんと烏丸さんがもうやっぱりね、もうボカンボカンこうエネルギーがね来るんですよね。ボカンボカン浮いちゃうし、こっちも、うん、ああでもなんかもう親だからもう当たり前なんだよな、これ当たり前なんだよなとかって思いながらも、面白いからやっぱ浮いちゃって、うん、どうしようどうしようと思いながらも、うん、素敵な両親でよかったと思いながら助けられました。助けられながらもなんか恥ずかしい気持ちがあってうまくできないなとかって思いながらも、うん、うん、申し訳ないなとかって思いながらも、あの息子だから甘えさせていただきました、2人には。いや楽しかった。でこれちょっとアドリブじゃないですかって思うシーンもありました。あ、うん、入ってました。鬼太郎さんなんかポロッと言ってんじゃないとか思ってました。ポロッと入ってると思いました。そこに対してグッてこう見ちゃうところもありましたけど、面白かったです。野唐田絵梨花さんとのこのほら出会いのところからの流れもすごい可愛かったんですけど、うん、どうでした共演されてみて。いやなんか本当なんていうんですかね、まっすぐでピュアでストレートで、あの何て言うんだろうな、気合がちゃんとまっすぐ乗っかってくるっていう、そういうのにすごく刺激的に影響を受けましたね。うん、いや何か一生懸命生きることもそうだし、一生懸命こうね仕事をするってこともすごい人を輝かすんだなって映画見て思ったりしたんですけど、うん、あ嬉しいです ね、 ね、役者じゃなくても泣いちゃうんだろうなと。私は泣いちゃってたんですよね。お母さんの愛とかね、うん、あそこのシーンでもドゥオー一緒になって、あ嬉しい嬉しい、これはちょっと見てもらいたい。だからね、そういう普遍的なテーマですよね。一生懸命こう何かをして誰かが必ず見てるよみたいなね、うん、で姿勢感もありながらなんか普遍的でみんなが共感して誰もが考えたことがあるんじゃないかなっていうことがずっと通底してあるので、なんか温かいんですよね、うん、だと思います。